日本語に合うように空欄に言葉を入れましょうまずは1行目の空欄ですが日本語のこの部分です子供たちが外で遊ばなくなったという表現韓国語のこの部分に相当するのですがこれを日本語にすると 外で〜する子供たちが〜という公文になります。空欄の部分が遊ぶ、そして文末は少なくなったと考えることができます。一つ目の空欄、ここはのぬんです。遊ぶという動詞はのるだですが、連帯形のぬん が、後ろにつく場合は、リュルパッチンが脱落します。二つ目の空欄、少なくなったという表現。これは、チョゴジョンネヨとなります。形容詞の青字だという形は、状態の変化を表す、〜くなるという意味になります。 暑いという形容詞が暑くなるになるととおじだ。忙しいが忙しくなるになるとパッパージだと変化します。変化が起こるということは動きがあるという意味になりますのでこの形容詞の青字だは品詞が動詞に変わります。 ところで、動詞の青じらは、受け身形を表す、〜られるという意味になりますので、状態の変化を表していることではありません。二行目の空欄、閉じ込めておかないでという部分です。空欄の後ろに、ちまるごうがついています。 これは、〜しないでという意味になりますので、この前に、閉じ込めておくという表現が欲しいです。とという言葉がありますので、どうやら〜しておくという、あおとだが入ることがわかります。閉じ込めるという意味では、かどだがあります。 空欄には、カドダの青系、カドーが入ります。カドーは、カドオの宿訳系です。それでは全文を一緒に読んでみましょう。発音のポイント。一行目の文末、チョゴジョンネヨは微音化です。 2行目のカードの複合母音の発音気をつけてくださいね。それでは一緒にゆっくり読んでみましょう。c j a コンピューターゲーム때문에밖에서노는아이들이적어졌네요。아이들ル은너무집에만가도두지말고

今日は以上です。すば하셨ゃすみな。あんよいげ